私たちはこの東松島市で被災された方が皆さんバラバラに仮設に住んでいらっしゃるんですね。でそういった壊れたコミュニティっていうんですかね、そういったものを形成するっていう、役割として復興まちづくり推進って、将来ここの地域を復興に導けるようなお手伝いをするっていうことで、はい、で役割としてお仕事をさせていただいてます。そうですね、やっぱりみんな震災で被災されてて家族を亡くした方なんかほとんどなんですね。で、その人たちの気持ちに寄り添って一体どんなことが私たちできるのかなと思うと、すごく先の見えないなんか仕事のような気がするんですね。でもいろんなお話を聞きながらそれを整理して、どんなニーズがあるかなっていうことを常にこう考えながらやっていくっていうところにちょっと難しさが出るような気がしますけど、ね、嬉しかったことは私たちお茶会支援もしてるんですけれども、この間、8月で50回目を迎えたんですね。それで1回目から50回目の行事をみんなで見たんですけれども、皆さんの顔がどんどん明るくなって、それで応援してもらっているから頑張らなくちゃいけないということで、みんなボランティアさん我々の手でお茶会をしてたのが徐々に自立してきてるんですね。でそういった姿を見ると、あ、よかったなって思いますね。はい、ですね、皆さん、仮設に入ったり自分の自宅を直したりして落ち着いては来てるんですけれども、まだまだこれから一集団移転とかっていう問題を皆さんそれぞれ抱えてますよね。それに私たちは専門家じゃないんですけれども、どういった関わりをしていくかということ、それに専門家をどうやってつなげていったらいいのかとか、そのバー作りとかですね、そういったことを考えて活動していかなくちゃいけないかなって思っております。